うん。褒めてあげる。ありがとう。あら。そうね。あ、そうですね。はい。ディアマンド王子、あなたに見せたいものがあるの。これは以前渡した鉱石の首飾りか。そう、あなたからもらった鉱石を加工して簡単な装飾品にしてみたのよ。実に見事だ。イルシオンでは美しい鉱石は取れないけれど、工芸品を作る技術ならあるの。ねえ、ディアマンド王子、力以外でも国を豊かにする方法はいくらでもあるんじゃないかしら。私、あなたから鉱石をもらって少しだけ勇敢になれた気がするの。だから今日このことをあなたに伝えに来られたわ。礼を言う、アイビー王女。こたびは一国の王子としてブロディア王国の体質を変えるのは簡単なことではない。だが戦争で利益を得たところで、それが尽きれば次の戦争を生むだけだ。そんなことを続けていていいわけがない。変えなければならないんだ。ブロディアとイルシオン、二国の文化が融合したこの首飾りを見たら希望が見えた。約束しよう。ブロディアは私の代では平和な統治をしてみせる。ディアマンド王子、その言葉しかと受け止めたわ。もちろん私たちも全力を尽くす。もしブロディアと和解ができたら、その時はイルシオンとの交易路を作りましょう。イルシオン王国にブロディア王国の鉱石を輸入させてちょうだい。この首飾りのような商品を作ることができれば、お互い争わなくても利益を得られるだろうな。いい案だ。実現したら素敵ね。実現させてみせるさ、アイビー王女。友として握手を交わそう。この世界を平和にしていくために。喜んで、ディアマンド王子。隣国同士分かり合うための第一歩として。姉さん、これで問題解決だよ。どうしたの、ホガート。問題なんて何かあったっけ？はい、これどうぞ。俺が夜なべして作ったんだからね。ぬいぐるみ？しかもこれはひょっとしてホガートの形をしたぬいぐるみだ。大正解。これで姉さんと俺はいつでも一緒だよ。もう寂しい思いはさせない。俺が城を離れていてもこのぬいぐるみが姉さんのそばにいるからね。そしていつだって俺の代わりに姉さんを守ってくれるから。ホガート、いくら私が前向きな性格だからってぬいぐるみが守ってくれるとは思えないわ。それに悪いけどこのぬいぐるみあんまりホガートに似てないし、全然あなたの代わりになんてならないよ。やっぱりでも一生懸命作ったのにな。だからね、代わりになんかならないから、これからはソルムにいる時ももう少し頻繁に帰ってきて。私たちは国を守る王族の前に家族でもあるんだから。姉さん、分かったよ。これからは家族との時間も大切にしよう。うん、ありがとう、ホガート。で、そのぬいぐるみはいらない感じ？いる。これはこれで大切にするの。ありがとう、姉さん。いらっしゃい。またいらしてね。いらっしゃいませ。オッケー、おいしいの作るね。あれ、ちょっとすごいのできちゃったかも。へえ、あら、外で食べるご飯いいよね。喧嘩は先手必勝。敵の攻撃を受ける前にこちらが攻撃をすれば勝てるでございますです。そのために必要なのはこれです。お瞬発力。お瞬発力。相手に先手を取られた場合でもこれさえあれば攻撃を避けられるでございますですわ。なるほど。神竜様、何か疑問がありますですか？パネトネは貴族の霊嬢のようなのに喧嘩が得意なのは意外だと思いまして。ま、隠す必要もありませんですわね。私はお貴族様ではございません。それどころか昔めっちゃくちゃに荒れていたでございますです。え？私の両親は最低最悪でございました。実の子の世話すらせず遊び歩いてばかり、主君である姫様に勧誘されるまではほぼ一人で生きてまいりましたです。喧嘩の腕はその頃身につけたのでございますですわ。苦労が多かったのですね。今考えれば逃げだったのかもしれませんが、家出したおかげで今がありますですわ。パネトネの昔話、もっと聞かせてください。その時の経験や知識はきっと役に立つものばかりだと思います。そう言っていただけるなんて嬉しいですます。過去の苦労が神竜様のお助けになるならいくらでもお教えいたしますですわ。大満勝負、緊張しますですわ。ブロディア王国第一王子ディアマンド。強さ見習いたいものだ。すみません、お怪我はありませんです。ゴルドマリーです。見惚れてください。終わったらお茶にしましょうか。しまったわね。強くてすみません。イルシオン王城兵、過月じゃ。イルシオン王城兵、ゼルコバだ。真剣勝負。無情であれば死んでいた。いやよいやよも好きなうちじゃろ。悪くない。ゼルコバ、手合わせじゃ。お、脅かすな。びっくりしただろう。びっくりしたじゃと。はあ、情けない。失望落胆じゃ。このようなことで肝を冷やすようでは IB 隊は務まらぬぞ。さあ手合わせじゃ。悪いが断る。今は忙しいんだ。忙しいって何にじゃ。今度は野鳥観察か粘土細工か。どうせまたわけのわからぬ趣味に没頭してニヤニヤしているのじゃろう。うるさい。絵を描いているんだ。集中させてくれ。ああ、絵画もいつか手を出すと思っておった。それは後にして手合わせじゃ。悪いが本当に忙しい。他を当たってくれ。むむ、ゼルコバは世よりも絵が大事というのか。そなたは世の唯一の同僚。もっと一緒に過ごしたいんじゃ。うーん、集中して返事もなしか。完全無視とは寂しいものじゃ。しかし神竜様、お水をどうぞ。あ、ありがとうございます、ロサード。だいぶ遠くまで来たと思いますが、目的の被写体はまだ見つかりませんか？もう少しだと思うんですけどね。街で聞いた噂を信じるなら。噂なんですか？確たる情報があったわけではなく？はい、そうですよ。噂程度の情報にでさえかけてみる価値がある風景、それなら行くしかないですよね。俺に迷いはないですよ。そこまでの熱意が、ロサードはすごいですね。はい、俺はみんなのいいねが欲しいんです。いいねですか？そうです。俺が頑張ったこととか、綺麗だなと思ったものに対する共感、それいいね、かわいいねって言ってもらうと、俺の嬉しさとやる気が上がるんですよ。なるほど、確かにいいと思ったものを他の人にも分かってもらえると嬉しいです。さあ、目的地はもうすぐですよ。ついてきてください、神竜様。共感もいいですが、そこに至るまでの道は俺たちだけの経験ですから、楽しまなきゃ。はい、ロサード。神竜様、武器と防具の手入れをしておきましたぞ。ありがとうございます。明日の作戦会議で必要な資料と道具も準備しておいておきました。寝る前にでも目を通しておいてください。バンドレ、やっぱり申し訳ないです。神竜様、自分でも分かっているんです。私が頼りないから世話を焼きたくなるんですよね。それは違います。私はあなたを頼りないと思ったことなどありません。神竜様は人の上に立つ立派で尊きお方です。その優しさも承知しております。ただ、部下を使うことをもっと覚えていただければと。それは私の柄ではありません。どうしても申し訳ない気がして。私は神竜様に付きっきりになる前にルミエル様の世話係もしておりました。ルミエル様は完璧な方でしたが、私のお世話を嫌がったことはありません。神竜様も慣れるまで辛抱です。母さんのことはもちろん尊敬しています。ですが、私と母さんとは違います。バンドレ、どうか母さんと比較せずに私のことを見てください。神竜様、申し訳ありません。私は自分の理想をあなた様に押し付けてしまったようです。神竜様の意見を尊重し、これからは気をつけましょう。ありがとうございます。これからは何かする前に一声かけてくれると嬉しいです。バンドレのお世話になることもたくさんあるはずですから。すごいです。ありがとうございます。ねえねえ。おお。じゃあどれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。良い成果だ。やるな。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。しい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。釣りは成果が全てではない。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。良い成果だ。やるな。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。良い成果だ。やるな。また来るといい。前田リー。どうも。ベロニカ、戦ってあげる。カムイ、行きますよ。本日のお越し係は33代目竜の森人クランです。森人としてはどう起こすのが正解なんだろう。普通に声をおかけするのかな。バンドレさんに聞いたら怒られるかな。わっ、すみません。このような微妙な起こし方となってしまい不覚ですが、朝のご挨拶を。神竜様、おはようございます。